さてここからは美術館へ行こうのコーナーです。このコーナーでは東京都内の美術館情報をお伝えします。さあ今週のアートナビゲーターは美術検定1級を持ちの草加真美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて草加さんは普段どのような活動をされているんでしょうか。私は都内の美術館でギャラリートークや案内員、そしてワークショップの手伝いなど、美術館といらっしゃる方の橋渡しのような、そんな活動をしています。さくさくさん、今週はどのような展覧会をご紹介していただけるんですか。はい、恵比寿の駅から歩いて約10分ぐらいのところにある山種美術館というところでやっている福田平八郎と日本画モダンという展覧会をご紹介します。はい、福田平八郎は今年で生誕120年、大正から昭和へと変化する中、はい、作風も大きく変化したんですよ。はい、初期の細密描写による繊細な画風からモダンデザイン感覚あふれる画風の変化を堪能できる、そんな展覧会になっています。あ、今映ってるのが福田平八郎ですね。そうなんですね。はい、犬の方が大きい感じですね。仲いい感じが出ていますね。はいはい、なるほど。さあこの福田平八郎という方はどういった方なんですか。福田平八郎は明治25年に生まれました。はい、小さい頃から絵が大好きで、恩師に才能を見込まれ京都の美術学校に編入します。はい、そして29歳で作品が宮内庁に買い上げられたこともあるんですよ。はい、すごいですよね。69歳で文化勲章を受けました。はい、ではこの平八郎の初期の大作を見てみましょう。はい、あ、綺麗な、これは艶やかなボタンが一面に描かれています。はい、ボタン、なるほど。はい、ね、近くで見ると花弁も花の葉脈もまあよくここまで描いたと驚くぐらいの細密描写になってるんですよ。はい、そうですね。こうなんか引き込まれる感じがしますね。はい、はい、この作品はね、屏風に仕立てられていて、はい、実際に展覧会に行くと展示の仕方も楽しめます。あ、屏風になってるんですね。なるほど。ちょっとね、はい、少し離れてみると花の怪しい生命力に引き込まれるような、はい、そんな感じなんですね。はい、なるほど。はい、常にスケッチブックを持ち歩いていた平八郎は若い頃からさまざまな写生を繰り返して、はい、その後単純化した装飾的な表現に至りました。あ、変わっていくんですね。はい、これから。はい、ではその変化がわかる作品をご覧いただきましょう。はい、あ、もうガラッと変わりましたね。はい、これはね、昭和に入った作品なんですが、はい、全然同じ作家と思えますか。いや、思いませんね。このなんかタッチの仕方、そして色合い、全くなんか別の方が描いたように思いますね。そうですね。はい、躍動感がありますもんね。これは先ほどのボタンなどをずっと描いていて、はい、あまりにもね、構成力が見事で、はい、抜けたところがないと批評を受けて、はい、とても悩んでいた頃に描いた作品なんですね。はあ、そうなんですね。水の青を使わないで暖色の2色で大胆に背景を描き、はい、鮎のこのしなやかな動き、はいはい、ね、そしてヒレの黄色が画面にね、リズム感を与えているような、そんな感じがしました。はい、会場ではね、掛け軸に仕立てられているんですが、はい、床の間からね、泳い出して、そんな感じ、そんな元気な鮎の感じがしました。実際見てみるとね、この躍動感というのはまたより一層なものになるんでしょうね。はい、はいはい、次はまたこれまた一風変わりましたね。これはね、タケノコなんですね。はい、タケノコ、なんか真っ黒ですけども、この色合いっていうのも意味があるんですか。はい、土から地殻を破って出てきた力強い黒々としたタケノコが書いてあります。はい、そして線描きのみの、はい、後ろの葉っぱに対して、はい、この黒いタケノコ、うん、なんかグンとはみ出てるような、そんな感じしますよね。そうですね、力強い感じが伝わってくるんですけども、竹というのはね、はい、ある日突然地面からニョキッと顔を出します。はい、で、福田平八郎はなぜこの時期にこの竹の子を描いたんですか。理由があるんですか。はい、戦後間もなく元気のない日本人に、はい、平八郎はその竹の子の生命力の強さや凛とした伸びやかさを描いて応援したかったんじゃないでしょうかね。竹の子といって黒をイメージする方はなかなかいらっしゃらないと思うんですが、この色使いにはそういった思いっていうのはこもってたんですね。そうですね。はい、なるほど。では次の作品いきますか。はい、はい、お願いします。
そして瓦屋根ですか。そうなんですよ、はい、そしてこれ後期展示替えの目玉ともいえる雨という作品です。はい、ほー、雨なんですね。瓦屋根ではなくて雨というタイトルなんですね、はいはい、私が10代で初めて作品と本当に向き合った思い出の一枚なんですよ。はい、近代美術館で遠くから見てモダンなデザインのポスターかなーと思ったら、なんと日本画と知り合い、衝撃を受けました。そうですね。ある日画室にこもった平八郎が気分転換にふと窓の外を眺めてみた瓦屋根に興味を持って描いた作品です。はい、晴れや曇りで様々に表情を変える瓦、うん、そんな時に、ある日夕立が降ったんですね。はい、その雨粒に心を打たれて描いたそうなんです。あ、この雨粒がねやっぱりポイントということなんですよね。そうなんですね。色合いもねすごいこだわってらっしゃる感じが伝わってきますね。うん、画面いっぱい瓦だけのシンプルな構図、モノトーンの色彩の中、近づいてみると生き物のような雨粒がポツポツと音を立てているような、そんな感じなんですね。そうですね。温まった瓦の匂いまでするようで、ずっと見ていても飽きないんですよ。なるほど、はい。そして今行くと、はい、山種美術館のカフェではね、はい、今回の展覧会とコラボレーションしたお菓子が食べれるんです。コラボレーションですか。はい、ここに写っているのはね、はい、平八郎のボタンという後期に出ている作品のイメージで作ったものなんですね。なるほど。色も形も美味しそうで、なんか食べてしまうのもったいない感じですよね。そうですね、食べる前にしばらく飾っておこうという方絶対いらっしゃると思いますね。このお菓子を楽しみにしていらっしゃる方もいるそうです。はい、平八郎の作品の前に立つと、はい、自分の中の、ね、記憶や時間、五感がとっても刺激されるんですね。うん、身近なものに対する眼差し、そして優しい目、いつもスケッチをしていた、そんな平八郎の作品にぜひ対面していただきたいなと思います。そうですね、はい、実際に見て、ね、作品のこう凄さ、凄みというのを、ね、味わってもらいたいですよね。はい、さあ、この福田平八郎と日本画モダン展は山谷美術館で7月22日日曜日まで開催です。それでは草木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、美術館へ行こうのコーナーでした。